願いします。 A-WORKS 株式会社の代表の野山でございます。 A-WORKS の紹介を言いますと、2008年10月1日に創業しまして、今13期目に入った、いわゆるインターネットの広告代理店です。いわゆる通販ブランドさんですかね、通販事業で、ブランドを代理している企業様の、新規獲得領域で支援をさせていただいてます。ソリューションとしてはその C2C メディアマーケティングというふうに言ってまして、消費者が、いわゆるブランドのファンになられて、それで実際にメディアを自分で作られて情報発信をしてっていうような、小型のメディアをたくさん動いてもらうというところの、ソリューションを、人気なんですけど、そこをかなり引っ張ってるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、今後の事業展開についてはどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。事業展開、はい、いわゆるブランドさんとも、お付き合いがすごく多いので、その C2C メディア領域だけじゃなくてですね、事業のスケールにおけるソリューションをいろいろ幅広く揃えていこうかなと思ってまして、総合的にブランドさんが、どうありたいのかっていうことに対して叶えられるような、そういう支援ができる会社になっていきたいなと思います。ありがとうございます。最後に、2022年に Web サミットが日本上陸するんですけども、なんと、はい、そういったグローバルなチャンスについてどういうふうに思われますか。グローバルなチャンス、そうですね、僕たち本当40人ぐらいの中小企業なので、まだそのグローバルって言われるときにポンと飛び出るような、まだポジションじゃないのかなと思いつつも、やはりこれからどんどんボーダーレス化していくみたいな話よく聞きますし、しっかりチェックしながら、あわよくば参加もしてみたいなと思っております。なるほど、ありがとうございます。